真っ赤なリネンが可愛い、スリッパは、ベージュの底と組み合わせてます。ここにはリバティの生地が使われてこうキュッというリボンになっているのが可愛いです。白黒チェックのリネン、爽やかですね。非常に爽やか、可愛いです。ここは鼻緒の部分が文字のリネン、ちょっとブルーがかった文字のリネンを使っています。からし色に近い黄色ですね。これもリネンです。鼻緒部分はやっぱりリバティです。ちょっとしっくり、ベースが焦げ茶なのもあって大人の雰囲気ですね。ジャカルタでのイベントでも、とても人気のあった日本人にはグッとくる、紫、こちらでは古代紫と呼んでますけれども、これも無地と、リバティのお花柄、生地の出方は少しずつ違うんですけれども、リバティとのコンビネーションです。水彩画のような白と黄色のコンビネーションが可愛いリネンの生地。この鼻緒の部分はちょっとこれも黄色みがかった、無地のリネンを使っております。そこのソールの焦げ茶と素敵なコンビネーションです。イカと織物のような生地が可愛いリネンの生地を使っています。ちょっと小粋な雰囲気がありますね。ここは鼻を、こちらもちょっときなりの無地を使って仕上げています。私は靴を選ぶときに、靴のメーカーにもよりますけれども、23から 23.5 ぐらいの靴をいつも買っています。その私の足ですと小さい方 M サイズが私は気に入って、履いておりますが、ちょっとこうこうが高め、広めの方は、または、足がですね、24センチ以上の方は、こちらの L の方のサイズがおすすめです。私でもまあ大丈夫なんですけれどもね、ちょっと隙間があるくらいですね。はい、こんな感じです。ふわふわスリッパは、その名の通り、ふわふわなんです。たっぷりめのスポンジをこの中に入れてますので、足が入って気持ちいい。ふわふわです。